はこんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーをやっていきたいと思います。はい、前回でですね、入れ替え戦に勝利しまして、N2 リーグに上がることができました。こうなると、予算も結構増えまして、余裕がありますので、経営状況を見ますと、このように、まだ1億以上予算があるので、選手の、増備を図っていきたいなと思います。と言っても、まだ今は増備できないのか。練習試合は、N2 か、しっかりしてないけど、まあでも、カードをもらえますし、今後のことを考えると、練習試合やっといた方がいいですね。そうなんですけど、まあ、軽い練習にしときましょう。いよいよス、練習試合、アスカディア7戦がスタートです。これは練習試合なので45分のハーフです。選手交代も自由に行えます。なので、まあ、様子を見るような感じでですね。はい、どこまで頑張れるか。早くもう、コーナーキックのピンチですね。おー、なんか持っていってますね。停止与えてます。あと、助かりました。オフサイドですね。さあ、カードがどんどん欲しい。あーっと、抜かれた。うわあ、すまとえ、センタリング上げた渋谷も見事ですね。と、決定力、シュートの威力とも、すごいなっていうか、N2 でやっていけんのかなっていう不安はすごく感じますね。なるべくその、隙がないというか。ちょっと今まで いるチームとは全然格が違うという感じの選手がありますね。3人しか与えられないので、体力をどんどん上げていきたい。フィジカル上げますと、だけど、拾ったチャンス？やはりこの辺が、あれなんでしょうけど。すっと、うまい！一シュートに勢いが。どうなんでしょうね。だやれそう。3点目ですね。3点目やられてますね。本日はですね、練習試合は2試合を行っていきたいと思います。おほ。また取られた。これ、本当に、来年に不安が残る、練習試合ですね。
おっと、カルチョビートいただきました。多分試合終わるんかな。試合終了ですね。ハウだけで3点と入ってます。なんというか、実はボロ負けというか、降格を逃れるだけで精一杯なのかな。でフリーズ本当にでもスピードが追いついてない感じがありますよね。フリーズとピーターかね、それはプラトンは堀内の堅実ですよね。これはなかなか課題が見つかったのではないかと。もう一個練習試合やっていきましょう。今度は富山ミラージオというのが相手ですね。スタメンはこのままでいいかな。緑を入れましょう。マークしてみましょう。あ、抜かれましたね、ミクに。強引ですね。おお。さあ、これチャンスだぞ、カルベ。おお。メガ打ち。おお。いい感じを流れでは持っていきますよね。おっと、なんと前誰もいない。なぜだ。ちょっとこれがあれなんでしょうね。攻撃主力だから、後ろを突かれると途端に弱いという、これは仕方ないです。練習試合なんで負けてものごとカードで、得できればいいわけですから。ミクニ、さすがですね。ちょっと足りないのかな。やっぱり取られましたね。おー。スピ
ードよくテンポよくパス回ししていくよね。サッカーって言ったらまあ、おっと緑、おーこれですよ。カルベがあって、鬼丸が完全に空いてましたね。だからチャンスが転がり込んできた。巧みなパス回しですよね。うん、ナイス羽生田です。ナイフスルいたぞの宮崎、さあ反応してほしい。試合終了ですね。 さっきなよりまあ頑張ったんですけど、そういう感じで決定力も結構求められてるんじゃないでしょうか。あとはスピード、体力ですよね。これ見てても完全に抜かれた後追いつかれてないですからね。あと確率性もさすがですよね。終了ですね。ボールがあんまり支配できなかった感じです。課題もこのようにいっぱいもらっています。さあこれで4年目終了ですね。5年目のスタートです。M1 リーグと練習試合がありますね。これはなんとか戦わせたい。そしていよいよ行きます。今のうちになんかいい選手は拾っておきたいですね。草子っていうのは男性選手なのかな。男性選手ばっかり女性選手がいないですね。あ、ここはパスですね。行いません。というわけで、今回は練習試合2試合をやってみました。4年目の最後ということだったんですけど、はい、N2 は想像以上に強いなっていうのをすごく感じました。この5年目、N2 リーグに上がって初めての年ですけど、また落ちちゃうんじゃないかというのがすごい心配です。なんとか、試合をすることで経験を積んで踏ん張って、N2 残留してほしいですね。
まあ、優勝はまだまだ無理なので、確率に力をつけて、あと女子選手も、確保して、理想のチーム作り、女子選手が活躍するあのクラワンカリバーズを作っていきたいと思います。はい、というわけでですね、今日はこの、動画はここまでとなります。また最後に、おすすめ動画一覧を流しますので、アクセスしてみてください。またですね、チャンネル登録、本当は相互での登録も大歓迎しておりますので、もしチャンネル登録していただいた方がありましたら、メッセージとか、そうですね、動画に直接書き込んで、コメント書き込んでいただければ、相互も行いますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、というわけで、いよいよ5年目。充実した年にしていきたいと思います。また次回見てください。ゲーム動画で行こうでした。バイバイ。